どうもー影山です、えー。今日はですね、えー、自分のできることをやれば面白くなるということについてお話ししたいと思います。えっ、ー、とまあまあ自分のことでもあるんですけどもこう自分のできることですよね。その そのおとと、ねまあ、大きなことをこうやろうとするっていうのは、まあ、それはそれで素晴らしいと思うんですけども、えー、そこはそこでこう置いときながらですねその自分のできる範囲のものというか自,自分のできるものを、ね、こうやっていくとこう面白くなるようにこう思いますね。そのまずねあの 興味を持つというか、こう関心を持つというか、そういうことがまず大事になってくる大事というか、まあ最初の一歩となってくると思うんですね。で、興味を持ったことをこうやってみたり、こう例えば調べてみたりとか勉強してみたりとか、こういろいろやっていくんですね。で、やっていってですね、それを続けていくというこう流れになっていくと思うんですけども、そのそうですね、僕もいろいろあるんですけども。 うん面白くなることで言うとですねんまあ例えば空手にしましょうかえ僕は空手をこうやってるんですけどもその空手をこうやって自分の、まあ、これは空手道場に通うことはもう誰でもでき,るですできますよねそのよっぽどねなんかこう態度が悪い 悪い態度をしてですねこう入るのを断られるとかいうことはもしかしたらあるかもしれないですけども基本的に普通にこう常識の範囲内でねこう入っていけばまず道場は通わせていただけるとまあお金は払わないといけないですけどもね、えー、会費は払うということででやっていくということでですねそのまあ 空手入って最初こう基本動作からこう始めていきますよね突き、えー、とか蹴りとか、えー、受けとかねそういうのをこう一つ一つこう習っていく形になるでその自分のできる範囲をまずこうやっていくということですね肩でもいろいろあってこうまあ祭1三鎮激祭2、えー、サイファ、えー、いろいろこうやっていくんですけどもその 自分のできる範囲をやって約束組手でもそうですねいろんなこうものがありますけどもその自分のできる範囲をこうやっていくで、えー、まあ最初だから例えば月をやるとで月は政権月をやるで政権月からですねこう抜き手であったりいろんなことがあるんですけどもほんでだんだん覚えていってやっていくということですほんでこうやっていくことによってこう。 最初ね,そ,うですねその面白さっていうのがこう難しいところではあるんですけどもそのやっていってできる範囲でやっていくほんでそれを続けていくとですねその、まあ、できる範囲がこう広がりますよねできる範囲が広がるで広がっていく時にこういろいろ発見があったりしていくところでだんだん面白くこうじわじわ面白くなっていって。 ですねそっから自分なりのとこまではなかなか僕もまだいけてないですけども、えー、まあ手配りでいう手をこう今頑張ってこうやっているというところではあるんですけどもでそれをねこう例えばねその何か取り組んですぐできるやつっていうのはそこまで面白くないと思うんですね。やっぱりりそそれれれがここうう身ににくととかか自分取入らるですねその 上達していってこうできるようになっていくのを実感するのがなかなかできないけどもやっ続けてられるものっていうのは面白いものになるかなというふうに思います。これは何でもそうですよね。例えば大学の教授さんこうお客さんでおられますけども、その方もやっぱりずーっとそれをやっておられるやっぱりねお好きですよね。ほんで、えー、まあ論文とか出されたりこういろいろしてもですねまあいろいろこう海外にこう出されるとですね。 いいいろろやらられるらし,いらしいんですねその,その論文に対してこれがこうやこれがこうやとかほんでまた直して提出したりとかいろいろこうされるらしいんですけどでそういうのがやっぱり面白いその自分がやったこと全てがパーフェクトに OK100、OK、点っていうふうに言わ,れる言われたり自分で100点になってるなとこう自分でも思えたりすることっていうのはそこまでええー 面白いいいいっていうものではないと思います。そのなかなかできないけどちょっとずつできるようになっていきながらもやっていくことが面白さであって、えー、それをこうできるもんそういうものをこう見つけていくで、えー、それをですねこうできればねたくさん。で 人によっては7つ見つけろって、まあ、趣味を7つ持てとかこう言,ったいや言われたりしますけどもそういうものをいろいろ見つけていくほんで趣味はね趣味でねばかんする必要はなくてですね、あのー、趣味を極めればですねそれがこうお金に変わったりこうしますねその,その趣味をもっと広げるためにですねそれによってお金が生まれることもあるぐらい、えー、になるだから趣味をやればですねそれをね、えー、プロ級というかねそのなかなか すごいなとこういうレベルまでこう持っていくとですねそれはこう一つただの趣味の範囲を超えてくることになるんでですねえそういうふうにやっていくといいかなというふうに思いますね。だからそそれであってまずねその 描いてそれに向かっっててやるっていうよりはです、ね、その今自分のできる範囲のことをこうやっていくほんで、えー、その自分のできる範囲でやっていくんですけどまずは興味関心周りいろんなことにこう興味関心を持ってそこに興味持ったものに対してですねちょっと行動を起こしてみるアクションを起こしてみるでアクションを起こしてみてですねこれはいいなというのを思うかまあ思わなくてもですねその何か目的があったらそれを続けることができると思うんですけどもで続けていく範囲の中でですねその面白 さを感じ取れることがあるということですねだから一番最初の一歩は自分のできることをこうやっていくということですね、うん、ということで今日は、えー、自分のできることをやると面白くなるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます